想定外の状況だと何を気楽な。何十年も血税を注いできた防衛計画が天の差配で木っ端みじんだぞ。官僚どもめ、伝え方というものがあるだろうに。所管、佐野議員がお見えです。アポイントメントは、あ、ちょっと。佐野だ、話はしたい。はあ、君か。まあいい、入ってくれ。失礼するよ、長官。手短に頼む。マスコミ対応に追われているのは知ってるだろう。だからこそ来たんだよ。今の君は彼らを怒鳴りつけかねないからな。それができればどれだけ楽か。丸二日寝てないそうじゃないか。先は長いぞ。仮眠ぐらい取ったらどうだ。それが許される立場でも状況でもないことは分かっているだろう。だからといって君が全てを抱える必要もない。その結果、君が倒れることこそ許されないぞ。うん、まあ座れ。早速本題だが、やはり九州はもうダメか。参謀本部の口が固くてな、俺には正確な報告が回ってこない。ああ、九州は諦める。台風4号の停滞が全てだよ。帝国軍、アメリカ軍ともに艦船と航空機が完全に機能しなかった。頼みの陸戦兵力も水害と土砂で思うように展開できず、兵站もズタズタだよ。そこに2日前のベータ北九州一時上陸だ。その数時間後には長崎佐賀に2時3時上陸。九州南西部の防衛線はもうほとんど機能していない。なるほど。正直に報道できる状況じゃないな。恐慌が全国に広がれば戦線の立て直しすらできないぞ。いや、状況はもっと悪い。中国地方全体に重心展開していた帝国本土防衛軍西部方面部隊の主力は、日本海沿岸から散発上陸したベータ軍に側面を突かれ、指揮系統が瓦解している。おい、北九州からの侵攻と側面上陸に強撃された上に、観測史上最大級の台風4号が停滞しながらゆっくり東進。なあ、こんなことありえるか。こんなこと国民に何て説明すればいい。ベータと台風が仲良く並走してるんだぞ。俺自身が信じられんことをどうやって国民に納得させる。まあ落ち着け。で、四国はどうなってる。九州有事には側面支援と反攻の拠点として機能する想定だったろう。瀬戸大橋をはじめとする巨大橋の爆破が間に合わなかったようだ。台風の影響、それにベータの進行があまりに早すぎたのが原因だろう。じゃあ今頃は九州と同じということか。バカを言うな。九州は民間人の全島疎開がほぼ完了していたんだ。九州と四国が同じものか。現地の状況は分からんのか。前線との情報共有は断続的だ。優先はところどころで断線。重金属運の影響で広域データリンクや通信にも不具合が生じている。ここでも台風の影響か。本土防衛軍と帝国軍の各部隊は孤立しながらも九州、四国、中国地方の山岳部で確固に戦闘を継続している。山岳部の前線地下施設に籠城し、
絶望的な防衛戦を続けているんだ。おそらく多くの避難民と共にな。そうか。国土防衛整備計画に大枚を投じた意味が多少はあったな。海軍が艦砲射撃と細々とだが決死の強行補給でそれを支えている。大しけで対馬海峡に展開できなかった艦隊が汚名を注ぐと奮闘しているらしい。まずいな。全体的な戦況はマスコミのお抱え軍事評論家連中の推測に近い。2日前、戦時特例法に基づき近畿地方伊東の三軍共同防衛方針を発表したろう。ああ、帝国と在日米軍、国連太平洋方面軍のマスコミ対策の典型だよ。一種のパフォーマンスだ。にしてもあまりの遅さに腹が立つがな。わかってる。本来ならベータが38度線を越えた時点で動くべきだった。この2日で何人死んだ？これは日本だけが経験した悲劇じゃないぞ。この30年、ヨーロッパやアジア諸国でも繰り返し起きただろうが。そうだ。だが政治は首相への権限集中を阻み続けた。征夷大将軍から実権を奪った時と同じことを繰り返したんだ。我々はユーラシアの犠牲に学ぶべきだった。ベータの襲来は人類規模のパラダイムシフトを起こしたはずだった。世界のルールは書き換えられたんだ。なのに日本人は敗戦で押し付けられた価値観を後者を大事に抱え続け、自らを守る手足を縛った。その結果がこのざまだ。繁栄と平和な日常にあぐらをかき、都合のいい現実しか選ばない楽観主義者、人権や法を盾に避難を拒む連中、遠隔地から退去して殺到しそれを支援する市民団体、全て軍事力で強制排除すべきだった。そうしておけばもっと救えた。政治家としては致命的だな。こんなことを口に出すなんて。だから吐き出させに来たんだ。マスコミの前でぶちまける前にな。すまんな。助かる。我々が守るべきは票ではない。選挙など次にできる保証はない。今となっては榊さんの所信表明が重いな。ああ、官房長官として仕えて改めて思った。あれは欠物だ。くだらん政争と財務官僚に足を引っ張られているのが実に惜しい。形勢化は支持されんよ。首相は切れ者だからこそ国民の人気は高くない。当落線上にいる議員にはもろ手を挙げて支持はできんだろう。すでに1000万人以上を数える死者行方不明者に、その連中は何と詫びるつもりなのか。詫びる気などないだろう。さっさく何事もなかったかのように政府の対応を非難し、大衆とマスコミの支持を集めているさ。ふん、マスコミの支持などそれこそ歌方がごとしだ。昨日近畿地方に避難命令を出した。その他福井、岐阜、愛知にも自主避難を依頼したんだが、鉄道は24時間運行でも乗車率は 200% 超えだそうだな。レーザー級への警戒で空路が閉鎖されている影響もあるか。それだけじゃない。旅客船も定員超過、主要幹線道路および高速道路は上りは全線、下りは近畿伊勢を軍事優先にしたが、規制のない区間では避難の車列が築かれ、東名高速下りでは240キロに及ぶ空前の大渋滞だ。ガス欠による放棄車両の排除やら、水や食料の供給から仮設便所の設置まで、各県警と消防がその対応にフル稼働だ。西日本の公共機関は完全な機能停止状態さ。
そして我らがマスコミは安全圏内にヘリを飛ばしてその様子を全国に垂れ流し続けている。困窮している避難者の横で血色のいいレポーターが元気いっぱいに尋ねるんだ。今どんな気持ちですかとな。確か連中は国土防衛整備計画での高速道路拡大にも反対していたが、それに関しては何もコメントをしてないな。連中が榊首相を国賊扱いし続けた産業インフラの海外移転政策、あれを今どう報じるのか見ものだな。不幸中の幸いだが、その政策のおかげで産業界への打撃は極小に抑えられたからな。榊さんが10年前、それこそ閣僚時代から進めてきた官民一体の国家プロジェクトだ。よくぞあれだけの逆風を乗り切ったものだと感心する。2時間前に経団連会長と会ったが、産業界は榊政権支持で完全に固まったらしい。海上輸送網の再編成と徹底に特に感謝してたよ。ユーラシア亡き今、沖縄諸島と小笠原諸島の大規模再開発と南西太平洋経済圏のハブ化推進、オセアニア・オーストラリアルートの構築はこの国の生命線だからな。仮に国内のインフラを失ったとしても、正面装備や戦略物資の安定供給は維持できる。日本単独の継戦能力の担保は対米戦略的にも最重要だ。だがいかに兵器や物資が潤沢であろうが、人がいなければ何の役にも立たない。いかに自律制御技術の発展が目覚ましかろうが、先進的な研究開発は人がなすものだ。ベータ大戦で世界人口が激減する中、1億5000万人を要する我が国は世界有数の人的資源保有国だった。その意味において日本は名実ともに大国だった。だったか。そうだ、数日前までの話だ。いずれにせよ、この国では人が死にすぎた。そうだな、それをどう伝えるかだ。ありのままを伝えるさ。それが俺の仕事だからな。正しいね。だがマスコミと大衆にとっては格好の標的だな。ああ、分かってる。この逃れ得ぬ責任はいずれ身をもって贖うことになるだろうよ。だろうな。だがその時はもちろん我々も。